ヤングアン、ヤングアン、ヤングアン、ヤングプランは第一次世界大戦の賠償を緩和する新たな賠償方式で1924年成立のドーズアンによるドイツの負担をさらに緩和した。ヤングアンの発行は世界恐慌へ繋がった。1932年ローザンヌ会議において賠償金はさらに今後30億金マルクに減額された。しかし翌年、 ナチスによって支払いは一方的に拒否された。ナチスは第二次世界大戦で敗北したが、戦中の対外債務850から900億ドイツマルクは結局返済されなかった。1953年ロンドン債務協定が二種類の対外債務を減免した。1933年から支払いの滞っていたヤングアン賠償金およそ135億ドイツマルク。 未払い金利を除くと、マーシャルプランの借款162億ドイツマルク、他の欧州諸国へは、贈与されていたであった。これらの合計は、ロンドン債務協定により143億ドイツマルクに、減らされた。ヤング案賠償金の未払い金利は免除され、残存債務の金利負担もかなり軽減された。フランスはシェネ、不当な債務作品者2017年229から230ページ。 その後、アメリカへの戦災は解消しないままであった。戦後保証を完了するのは、ドイツ再統一後に、利子の支払いを再開してからで、アメリカへの債務は2010年10月3日にようやく終わった。しかし他国への債務はまだ2020年まで残っている。1929年2月11日に、パリで最初のヤング委員会が行われた。 ゼネラルエレクトリック会長をオーウェンディ・ヤングを委員長とする。この委員会には森健吾とトーマス・ラモントがそれぞれ日米の代として参加した。詰めの交渉は1929年8月と1930年1月にハーグで行われた。ヤング案は1930年5月17日に発行し、1929年9月1日に訴求して適用された。 このように訴求できたのは、ヤング案がその時点で発表されていたからである。発表は、暗黒の木曜日へ直接的な影響を与えた。なぜなら、欧州の戦勝国が復興のために、米国から輸入した支払いの愛額は、中央同盟国に対する賠償債権を裏付けとしていたからである。ベルサイユ体制が従属させようとしていた、バルカン半島の諸国は、 世界強慌の兆しを感じて、自立を志向するようになり、放置すれば列強各国の利権が交錯する、ヨーロッパの火薬庫へ逆行する状況となった。日本、イギリス、フランス、イタリア、ベルギーの5カ国は、東方賠償問題が2度の、ハーグ会議においても転しないことに我慢がならなかった。小教小国3国、ルーマニア、チェコスロバキア、ユーゴスラビアの争うオプタン。 オングロア問題に対して5カ国が妥協案を示して不服ならば、ヤング案が成立させて引き上げるぞと迫り、また該当紛争の相手方であるハンガリーの落ち度も指摘した。こうして1930年1月会議の終了前夜に徹夜の交渉が行われ、東方賠償問題は進展した。最終日の20日にはいくつも協定が成立し、例えばオーストリアの賠償責任が免除された。 ドーズ案で一旦賠償総額は白紙とされていたが、ヤング案においては賠償の残額を358億1400万、ライヒスマルクと定めた。ドイツは1988年までの59年間、年付の形で支払う。毎年ドイツは、リシュとドーズ債の元本支払いを含めた平均20億5000万、ライヒスマルク相当を外貨によって支払う。 1930年は17億ライヒスマルクで、その後21億ライヒスマルクとなり、1966年以降は16.5億ライヒスマルクとなる。実際の支払いは遅滞した。ローザンヌ会議で賠償債務は減額された。日本は賠償支払いを受ける国の一つであり、ベルギーを舞台にしたスパ会議、1920年7月の決定により、 賠償支払いのうち0.75%を受け取っていた。ヤング案においても初年度には1250万、ライヒスマルクの支払いを受ける権利を持っていたが、サンフランシスコ平和条約第8条施行により、対独賠償請求を放棄している。なお、スパ会議で決まった各国の分配率は、フランス52%、イギリス22%、イタリア10%、ベルギー8%ー、 ユーゴスラビア5%であった。賠償の分配機関として国際決済銀行を創設しており、日本銀行は賠償再建国であることを理由に株主と認められた。しかし、このことが後の金解金へ向けた見えない圧力となった。出資金は日本工業銀行をはじめとして三井、三菱、安田、 住友という旧財閥系の銀行を含む14行が、ほぼ均等に国債を引き受けることで調達された。ドイツ国内では、アルフレート・フーゲンベルク率いる国家人民党、鉄カブト団や全国農村連盟、国家社会主義ドイツ労働者党、ナチ党などは、ヤング案は、ドイツ国民奴隷化法だと反発して、反ヤン案闘争を開始した。 しかしドイツは合衆国資本で支配されていた。国民投票が行われた結果、94.5%の圧倒的多数の賛成により、ヤング案は批准された。強硬でベルサイユ体制は同様。1934年2月にバルカン友好同盟、トルコギリシャルーマニアユーゴスラビアが組織された。アレクサンダル一世とルイ・バルトゥー案殺事件が起こり、 フランスがパウル・ファンゼーラントを介してアメリカへ接近していった。オプタン・オングロア問題カンフリット・デス・アプテンツ・ホングロイスとはおおよそ次のようなものである。第一次世界大戦後、東欧諸国は土地再分配のための地改革を行った。ルーマニアでの元地主に対する収容保障額は農地法が地下の1%しか認めなかった。そこでハンガリーが トリアノン条約を根拠に公正な保証額を払うよう主張した。ルーマニアは内外人平等の原則を理由に、両国混合仲裁裁判所で争った。この紛争は解決されないまま、二度のハーグ会議にも託され、しかし、硬着状態にあった。そこで例の5カ国が3項目の妥協案を示した。東方賠償問題の進展により1930年1月20日に、 成立した協定を列挙する。オーストリアの賠償債務を免除するものはすでに書いた。ブルガリアとの協定は自節に譲る。チェコスロバキアとの協定も成立した。再建国間の取り決め及びハンガリー関係書問題に関する仮協定も署名された。この仮協定はハンガリーの賠償問題とオプターン・オングロア問題の解決を対抗して定めたものである。後日パリで 専門委員会が対抗を修正、具体化、4月28日確定案文を作成、関係国代表の署名を得た、前継書12ページ。1930年1月ハーグで行われた会議で、ボリス三世のブルガリアが、連合国と協定し、同年に、強行の浮き目を見た。協定は、同月20日付で14条と、最終条項からなる。オスマン債務管理局に遡り、 または関係する再建債,債務関係を整理した。協定原本は一通で、フランスが批准書と帰宅調書の認証等本を署名国へ一通ずつ送っている。1936年10月7日付で、原吉道が日本語訳を中央大学に寄贈しており、現在も同大学に所蔵されている。文言に国際決済銀行が登場するので、 この協定はヤング案と不可分である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。